皆さんはこんにちは。こんにちは。あ、あれ？アマーカー。ブロードキャスティングネオ。あ、忘れてたそれ。当アマーカブロードキャスティングの恒例になりました、私が最も恐れているコーナー季節の一曲という、お題をお送りしたいと。おー、なるほど、そういう。もうないのよ、なんか1月とか1月なんてどうしようみたいな、うん、クリスマス過ぎちゃったらなんか季節の一曲なんて何もないよみたいなことで、Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little bit weak when you are but a child? Hey! できたできた。むずいね。まあ今日はあのね、午前中ハーフパイプねやっててすごいスリリングでね、すごいあの競技すごいなと思ってたんですけど、まあ同じぐらいスリリングな演奏ができたんじゃないかと思います。いや、自分でも大変気に入って。Don't have no fault. Oh, I take the gospel whenever I pass by. But wait.A grain of salt, but there's love. Live 900 years, but there's love. Live 900 years. But who?いや、楽しいですね。歌は大変なんだろうなと思うんですけど、うん、弾いてる方はなんか楽しいブルースって感じで、ただ楽しいだけです。なんか慣れてっていうか、こう、音がね、入ってくれば全然もう楽しいブルース。うん。うんね、あでもなんかちょっとね、申し訳ないですけどね、まあ、やっぱね、黒人音楽ってやっぱね、悲しい歴史とやっぱこう切り離せないのに、うん、こんな極東の島国の東洋人が、うん、ゴスペルってなんかブルースなんかいいよねみたいなこと言ってんので、ちょっとなんか軽々しくて申し訳ないんですけど、でもやっぱ3人とも、ね、自国の音楽がいいって言ってくれたり、うん、自分たちのルーツをいいって言ってくれるのは嬉しいことかな、だといいんですけど、うん、まあ、結局まあ3人ともやっぱ好きなんですよね、ブルースやっぱね。光は闇夜のそこを照らし、心を洗い流す、導かれて歩き出す、大きな渦の忘れるほど強くあり。